こんにちは。メンバーシップの皆様、そしてメンバーシップにまだ入ってない皆様、速稼塾の久保でございます。まあ速稼塾ってのはね、ある何万円とかしますんで、何十万とかしますんで、まあ、なかなかハードルが高いよっていう方もいると思うんですよ。まあその中で月間390円でお得な情報だけ受け取りたいって方のために、このメンバーシップ情報倉庫は存在します。これはね、月間390円なんですけども、どんな情報を1個取っても数千円から数万円儲かる情報を毎月いくつか発信してるんですよね。まあですんで、それによって当座の資金を得るのもいいですし、まあその他ですね、そのネタを発信して自分がインフルエンサーになるのもよしということでございます。試しに1ヶ月だけ入ってもいいんじゃないかなと思いますけども、今日はその中でね、 AirPods Pro の話題をお届けしようと思います。これたびたび出てきてるんですけども、AirPods Pro って高いわけですよ。なんか2万とか3万するイヤホンなんですよね。でもこのイヤホン絶大な人気で、今はねコピー品が結構出てるんですよ。でコピー品でもまあいいんですけども、できれば本物の Apple の AirPods Pro が欲しいじゃないですか。じゃあこれをですね、格安で手に入れる方法あるとしたら知りたくないですかってことが今回の情報倉庫で語られています。ちょっと今メルカリで検索したんですけども、ジャンクでね、7500円とか1万5000円とか、まあ1万円とかで出てるんですよ。まあこのジャンク使えればいいんですけども、ジャンクって書いてる以上素直に使えると思えないんですよね。しかもこれ、まあ訳あり品じゃないですか、中古というかね。で保証も何もないわけですよ、さあそっからなんですよ。新品をどうやって手に入れるかなんですけども、とてもじゃないけども2万3万払いたくないですよね。でそこで今回の情報倉庫があるわけです。さあ内容を知りたい方はぜひ情報倉庫のメンバーシップ動画の方にアクセスしてみてください。今回は以上です。じゃあ待ってます。